このまま走り続けたら、どこまで行けるかな。この先には、何があるんだろう。見てみたい。行ってみたい。行っちゃおう。横断歩道長、ビル高、お店いっぱい、人いっぱい、東京すっごい。学校帰りにクレープとか食べたりするんかな。クレープ楽しみすぎ。ちょっと聞いてるの。はい。まったくもう、これからが大事な時期だっていうのに。分かってるの？ちゃんと説明してくれ。あの人何したん？同い年くらいいたよね。うわ、全然反省してなさそう。やっぱり東京ってちょっと怖いかも。わざわざ電話してこなくても大丈夫だよ。だけん入学式に遅刻したらどうする？ねえねえ姉ちゃん、芸能人おった？うちサイン欲しい。うち写真欲しい。会えたらね。ひよりー、お父ちゃまな、お父ちゃまな。離れとってもいつもひよりのことを思っとるけど。はいはい、分かっとるよ。お父ちゃん、時間ないけそこまでじゃ。行くよ、せーの、いってらっしゃい。行ってきます。入学おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとう。うわー、綺麗。涼見ひより、今日から桜ヶ丘高校1年生。うちの新しい学園生活の。中学2クラスだったのに何クラスある？どこにおるかもようわからん。どうかした？はあ、はい、迷子になっちゃって。1年の教室ってどこですか？この奥の階段を降りて左だよ。ありがとうございます。じゃあね。新入生、初々しくて可愛いな。ひなと大して変わんねえじゃん。見た目のこと言ってるんじゃないから。何よ、ちょっと身長伸びたからって偉そうに。そうそう、よく見ろよ小太郎、瀬戸口の方が発育いいだろ。芝県、それは関係ねえだろ。うるさい。まあでも楽しみだな。サッカー部にどんな1年が入ってくるか。1年生のルーキーにレギュラーのチャンス奪われないようにね。かっ、俺がそんなヘマすっかよ。どうだか。さーて、新入生の中から高大の彼女候補でも探しに行きますか。それより柴犬、弟が入学してくるんだろ。ああ。肝心だ。つまずかんように、いざ。ねえ、あれって裕次郎だよね。嘘、本物？やっぱ本物はかっこいいね。なんだろう、超可愛くない？後で声かけようよ。あ、君、昨日警察。おはよう。
みんな1年間よろしくね。はい、皆さん席に着いてください。席は出席番号順です。何？うちの席は。はい、急いでくださいね。足引っ張ってんじゃねえ、クソ。お前にだけは言われたくないね。これは何？担任の明智です。担当は古典。なんで古典の先生なのに白衣着てんのかな。じゃあ簡単に自己紹介を。頑張ります。よろしくお願いします。柴崎愛蔵です。よろしく。染谷裕次郎です。高校生活一緒に楽しく過ごしましょう。これは何？よろしくね、すずみさん。はい、よろしくお願いします。あれ、いい人？怖い人かと思ってたけど。何なんだろう。はあ、大事な初日なのに女子とは誰とも話せんかった。あれ、校門どっちだっけ。ふざけんな。お前何やってんだよ。愛蔵には関係ないから。あの二人、警察沙汰になっといて関係ないだと。もう済んだことだから。ふざけんな。その喧嘩ちょっと待って。ごめん。でも喧嘩はやめよ。クラスメートなんだし、これからいいお友達になれるかもだし。お前、俺たちのこと知らねえの？え？お前も俺の足引っ張ってんじゃねえよ、この芋女。え、芋？昨日のこと人にバラしたらどうなるか分かってんだろうな。これだから女は嫌いなんだよ。僕たちに関わるな。なんで？うち何か悪いことしたんかな。僕たちリップリップの全国ライブツアー、ジュリエッタ、ついに開催決定。全国で待つジュリエッタ、今すぐ君に会いに行くよ。今日のゲストは今大人気の高校生アイドルユニット、リップリップのお二人です。テレビに出てる。スタジオの盛り上がりすごいです。早速ですが、お二人がデビューしたきっかけは？オーディションで。俺たち別々に受けてたんですけど、なんだか一緒にやることになっての。僕だけデビューする予定だったんですけど、なぜか愛蔵がおまけでついてきて。俺はおまけかよ。そう、当たりか外れかって言ったら、まあギリ当たり。ギリ当たりの愛蔵です。君たち息ぴったりだね。笑っとる。仲良しみたいにすごい目で睨み合っとったのに、わけわからん。でもうちには関係ないし、関わるなって言われたし、関わらないようにしよう。アイドー、ユージロー。ちょっと邪魔。関わりたくないのに。
サンドイッチ半分こする？え、いいの？いや、でも知らない人から食べ物をもらうわけには。知らない人じゃないし、私同じクラスの服部ジュリだよ。困った時はお互い様だし。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。あの、一緒にお昼食べてもいいかな？誰？中村千鶴です。私も同じクラスなんだけど。うん、一緒に食べよう。ほい、どうぞ。おお、美味しそう。これいくらだった？250円。じゃあ半分こだから125円ね。いいよ、そんくらい。おごり。ダメだよ。友達だからこそこういうことはきっちりしよう。服部さんの大事なお金なんだから。ジュリでいいよ。私も日和って呼ぶし。じゃあジュリちゃん、いただきます。あーうん、こんな美味しいサンドイッチ初めてかも。お腹減ってるから半分こしてもらったから。いや、どっちもかな。とにかく美味しすぎる。ウケる。日和っておもろ。てか、いつもアイドル二人に挟まれて縮こまってるよね。あの席のせいだよ。鈴見さん、あの二人と仲いいよね。え、いや全然。アイドルだってことも知らなかったし。なんだっけ、リップリップリップ。女子高生で知らないってやばい。そうなん？私も詳しいわけじゃないけど、すごい人気だよ。夏に全国ツアーをやるみたいだし。でも全国ったって、うちの田舎には芸能人来たことないし、うちアイドルなんて興味ないわ。え、爽やかだよね、アイドルスマイル。あの笑顔、怖いのはうちだけ？ああ、陸上の器具がたくさんある。すごいですね。器具だけじゃないぞ。うちの陸上部は精鋭揃いだ。瀬戸口。はい。あ、お、なんだ、知り合いか？入学式の日にちょっと教室までたどり着けた。はい。その説はどうもありがとうございました。この前話しただろう、陸上やるために上京してきた新入部員だ。わー、待ってたよ。2年の瀬戸口ひなです。よろしくね。鈴見ひよりです。うちも走っていいですか？じゃあこっちで一人暮らしなんだ。はい、地元の高校に陸上部がなくて、中学の時の先生がこの学校を紹介してくれたんです。大変そう。大丈夫？家事とか一通りやってたので。それに陸上できるならうち何でも頑張ります。家族も応援してくれてるし。え？お父ちゃんがぎっくり腰？そうなんよ。お医者さんからしばらく安静にって言われて。バカだれ、ぎっくり腰なんかで漁師が安静にしとれるか。あ、だだだだだ、ちょちょ、やめよ、やめちゃ、のりんさんだだだだ。あんたら電話中だで、静かにしな。お父ちゃんしばらく漁に出られんね。生活費大丈夫？心配せんでええよ、仕送りはきちんと送るけ。でもミノルもソラたちも中学と小学校に入学したばっかりでお金かかるでしょ。まあちょっと苦しいけど、なんとかするわね。お母ちゃん、うちバイトする。東京はお店がいっぱいあって働くとこいっぱいあるから、だからミノルたちの方を優先してあげて。でも大丈夫、うちもう高校生だし頼りにしてよね。日和、ありがとう。助かるわ。学費だけはちゃんと入れるけ。うん、生活費は自分で稼ぐわ。バイト探そう。平日もっと早く入れないかな。すみません、部活の練習があって。土日は？陸上の大会がない時なら。
うちは週4日以上入れる人でないと。今回はご縁がなかったということで。お店も仕事もいっぱいあるのにご縁がない。短期で短時間でバイト代が高いところを。時給1500円。仕事内容、イベント業務の手伝い、経験不満、時間を相談、やる気があり体力がある方、ある。うちめちゃくちゃある。うわー、これ全員バイト志望の人。さすが東京、さすが時給1500円。でも負けられん。次は涼見日和さん。はい、よろしくお願いします。どうしてこの仕事に応募しようと思ったんですか？生きるためです。あ、間違えた。生活費のためって言おうと思ったのに。確かに生きるためにお金は必要ね。アルバイト経験はないのね。この仕事結構大変だと思うけど大丈夫？時間も遅くなるし。それは大丈夫です。体力には自信があるので寝坊も遅刻もしません。口で言うのは簡単よ。学校もあって部活もあるんじゃバイトできる時間が限られるんじゃない？時間は正直限られます。でも何があってもやり遂げます。どんな困難も飛び越えます。うち陸上でハードレスをやってて、子供の頃から走ることが大好きで走り続けたくて、そのために一人で上京しました。インターハイの決勝に出場するのがうちの夢なんです。夢があるって大事よ。夢を叶えるためなら辛くても踏ん張れるから。はい、だからうちどんなこともします。頑張ります。涼見さん、桜ヶ丘高校の1年生なのね。何組？え、4組ですけど。4組。最後に一つ、涼見さん、好きなアイドルはいる？え、アイドル、そんなのいません。バイト落ちた、絶対落ちた。思いっきり嫌な顔しちゃったよ。印象最悪だ。陸上続けたくて上京したけど無理なのかな。いや、ハードルは飛び越えるためにある。もう一度バイト探しから。もしもし。改めまして、内田真由です。はい、どうも。じゃあこちらへ。うちは本当に採用なんでしょうか？ええ、社長と私で検討した結果、あなたに決定よ。ありがとうございます。よかった。これで生きていける？はい。でも、あんなに大勢応募者がいたのに、どうしてうちを？それはね、あなたが桜ヶ丘高校の1年4組だからよ。え？あ、来た来た。染谷くん、柴崎くん。なんでお前がいんの？社長、ここ関係者以外立ち入り禁止ですよね。そうよ、この子今日からあなたたちの関係者だから。はあ？どういうことですか？同じクラスだから知ってるだろうけど、改めて紹介するわ。この子はひよこ。ひよりです。今日からこのひよこにあなたたちリップリップのマネージャー見習いをやってもらいます。はあ？はあ？
最初のお仕事。次回第2話、マネージャー見習いのお仕事。